まこなこです。さて、ここ入っていきましょうか。また新たな場所。ハトもリマスターされてんだけど。リマスターとは言わないか。まあ、スマホ版に向けてね、多少の手を加える際に、ハトもちゃんと加えられてた。なんだろうな、ここ何かある？そういうわけではない。これはさすがにダンジョンじゃないよね。あ、誰かいるね、目の前。何やってんの、ビビは。何ですか、君たちは。神聖な地。だが、そこにクジャがやってきたというのは。まあ、さっきのやつ。あんたとは何ですか。どうでもいいけど、そのあたりの物言いは。エストガザの司祭。だが、それをあっさり通したのかね。命はすべて平等。そしてすべての生命は星へ帰るのです。別にそんな話はどうでもいいんだけど。魂の道を通って。黒魔道士と一緒に女の子がいたんじゃないのか。私は黙って見ていただけじゃよ。何もしてない。ん？これまた別？違うな。グルグ火山。あ、でもグルグ火山って名前聞いたことあるような気するけどな。え、別のゲームでも出てきた？ FF の。記憶にないけど、A 子連れてられてるんだけど、今。誰も立ち寄ろうとしなかった。だがクジャが行ってしまったということか。グルグ火山。女の子も一緒にいた。ずいぶんのんきだね。うん、この人だけなのかな。あ、なんか見てんだけど。セーブしときましょう。え、ここからグルグ火山に行くんじゃないの？なんか先は、海が見えてるだけだったけど。右側に行く可能性もあるけど。ん？ここでは？遠くが見える。あそこか。あれ以前、飛空艇でなんか中に入れそうとか言った場所だと思うけど。でも、飛空艇じゃないと入れない可能性あるってことでね。自分の言ってることが正しければ。通常の歩いていけない場所だと思うけど。いや、でも行けるのか。ここから。音楽が。ああ、ここそのものがグルグ火山か。トンネル、海の下通ってるのか、それとも全く関係ないところの話なのか。おっと？おっと、宝箱どこかありそうな気もするけど。ん？ロープで下にか。さらに下に行けそうな気配あるけど、まず左側。ん、ちょっと待って、今ハテナがあったね。大丈夫か。いやー、マップ分かりにくいなこれ。あ、今なんかあったね。宝箱。デモンズメイル、いかにも強そうな。あれ、なんかこれ過去作の音楽に似てない？え、これ過去作にあったよね、この音楽。なかった気かな。ちょっと待って、今の話をちょっと音楽聞いたら、メッセージを全く読んでなかった。
盗む。イフリート。これは猛毒ブレス。毒耐性あれば大丈夫だけど、ガードしてるね。ハイポーションを盗んだ。どうなんだろう。ダガーはまた魔法が唱えられないような状況が来るのか。ああ、これ違うな、耐性。見破る。一旦確認しないと。火に弱いかと思ったけど。ライドラ。これまた毒。エアロブレス。毒ではない。風氷。さて、ライブラ。まだか。見破る。こっちはアイテム、毒消しを持っている。ライブラ。ワームヒドラ。弱点、ドラゴン族は何だろうな。炎か。そう、あ、炎じゃないわ。氷か。火炎放射。芝。まあ、だからさっき炎系のファイヤーとかイフリートやっても全然ダメージ通らなかったのか。これ勝てるでしょ。うん、レベルアップ。レバーを3回操作しないと動かなかった。レバーを3回操作。やっぱり過去作にこの音楽あったよね。あれどれだけかな。あ、また中入ってしまった。こっち側だが、あ、またいるね。そっか、過去作の音楽リメイクされてるような感じになってるのか。これなんだろうな、サンダーかな。ダム受けるダメージどれぐらいか。これ随分だ、なんかエフェクトで。ちょっと待って、フライヤー持ってかれた。ん、ちょっと待って、ちょっと待って、感じはすべきか。しかもこれだもんな。あー、そっか、ダガー外すってがあったんでね。トンズラ、ちょっと辛いな今の戦い。見てしまうと、多分単純に HP が足りてなかったように思うので。内側、ここはショップがある。ポーション補充、ハイポーションも少々。まあ、こんなところか。ペント使っときましょう。アントラーどうするか迷うんだよね。改めてもう買ってしまおうかなと。全部6までは持ってるんだけど、7以降持ってなかったので。でも結構高いんだよねサントラ。ちょっと待って、ここは敵は戦いになるの。これ戦いになるね。結構高いんだよね、普通に昔の値段で売ってるから。もうダウンロード販売やってるけどね。見破る。うん、フライヤーまだいかんか。レーゼの風、ライブラ、
空の敵エアロだっけか。でもエアロなんてないんだよね。コメット多分無属性だと思うけど、見破る。エリクサーを持っている。エーテル、エーテルも重要なんだよね。変えないから。うん、レイジの風。竜だからブリザードか。氷属性、風属性にも弱い。真空派、誰にやってくる。いや全体か。でもそこまでのダメージじゃないんで。で氷だから芝、オートポーション、コメット。クライエがオートポーションないんでね、そこら辺が使い勝手は。え、ちょっと待って、ミス。コメットがミス。弁当盗んだ。エリクサーとエーテルが欲しいんだけど。ダイヤモンドダスト。黒魔法。ブリザラ。さらに上位の魔法もまだ来てないからな。あれ今ダメージどれぐらいだったんだろう、見えてなかったな。うわビビ乗ってかれた、嘘、つらい。どうしてだ。だこれだもんな、ダガーは。ポーション確実に使える。フライヤーでダガーに回復とかやらせるわけにはいかないんでね、ダメになる可能性があるから。1138か。で敵は暗闇効果も、これなんて暗闇効果になってるのかな、何かの追加の効果があるのか。真空波でもそこまでダメージではなかったはずだけど、フライヤーが危ないんじゃない。これ持ってかれた。オートポーション、ブリザラ倒しきらない。もう盗むのはいいか。ダガーもこれも本当にいつになったらこれ声取り戻すんだろう。ハイポーション、フライヤーよりビビをレシピ回復するか。白魔法ケアルラ、これだと範囲でフライヤーも入るので、倒れていてもね、多分起こしたとすぐに回復ができると思う。なんでこんな、あでも一応ボス扱いなのかなこれ。まあしょうがないか、多少苦戦するのはね。レイジの風、うん耐え切っている。ケアルラも運よく効いてくれた。ね、そのやらなくてもいいけど、エリクサーは後々必要になりそう。そろそろ倒れてもいいんじゃない？倒れてくれない。もう盗むはいいか。これジャンプ。真空波。クライヤージャンプしたのは失敗か？回復専念した方が良かったかも。戦う。だがコマンド失敗。これ飛んでる最中でもリジェネ有効であるならば飛ばした方がいいかもね。まだ倒れんか。リジェネが有効な気配は今確認できなかったけど。
まあ多分ダメだよね。これ飛んでると経験入らないとかそんなバカなことないよね。さすがに経験手に入る。サファイア、エーテルも手に入れてる。うん、特段話が進むわけでもなく。さて改めてまた確認していきましょう。これほんときついな、この何度も何度も確認しなきゃいけないの。かといって覚えてられるかって言われるとね、覚えてないんだよね全然ね。メモしてくって言ってもね、ないわけじゃないけど。だが今はほぼほぼプレイヤー以外は軒並み覚え終わってるかのような。うん、プレイヤーだけ意識向けとけばね、何とかなりそう。エリクサんで、ここ右側、あれいけないのこれ。あ、いけないんだ。となると戻るしかないよね。やっぱり井戸のところか。3回何かをする。もう一回セーブやっていきましょう。どうなんだろうな、過去作のこういう音楽を、まあ、使ってるのってあまり他の作品では記憶にないけど、今回初なのかな FF9 で過去をね。まあチョコボとかも使ってるって言えば使ってるか、よくよく考えたら。そこまで特別なことではないのかも。ここの可能性もあるんだけど、もう一回右側さらに進んでなんでなんでこんなにいるの、モーグリは。普段いないのに。おっと、ウィングエッジ、これついに来たんじゃない、ビジターの新しい武器違うんだけど、誰の武器だ。いや、そもそも武器でない可能性がある。うん、統合的系か。こんなところ今のも分かんなかったよな。適当にボタンを押してたからよかったけど。あれ、これさっき強かった敵じゃない。どうする、逃げた方がいいのか。レイズの風、召喚でガンガンいけるんだれば。炎やってきてるから多分氷系弱いと思いたい。これはそこまでの威力じゃないのかな。400ぐらい、300、400、450、オートポーションありがたり。500、これもカウンター、オートポーション、あ、オートポーションなかったよね。カウンターするとオートポーションないのかな。ダガーがちゃんと召喚唱えてくれるっていうのが分かってるんであれば問題ないんだけど、下手するとこれでね、灼熱が多分強かったはず。あ、そうでもないな。すべての属性攻撃が効かなくなったとか、なんか今書いてあったように見えたけど。え、どういうこと？魔法ダメってこと？魔法がダメって考えればいいのかな。これがどうなるかね。ガードされてんね。じゃあ左側物理、右側魔法で、これ真ん中か。うん、あとは殴りましょう。このマスタードボムがなんかすごい力で一発で倒されたと思う。受けるダメージ確認しておきましょうか。
あれミスになってんだけど、せっかく確認しようと思ったけど。あなた物理殴ればいいぞ。ルナを覚えた。トパーズ手に入れた。まあもう一個これ、威力満月の心得はまあいるといえばいるんだよね。さて回復は、トランスしやすくなるからボス戦では有効だと思うんで。降りらんないこれ。そんなのわかんないよ。でこっちが来ても意味なかった。やっぱり井戸のところか。3回何かをやる。んここもうわかんないよ。ああなるほど、2回目はレバーを下げるとうまくいくそうだ。モーグリが何人かいたってのはこの伝言版のアリカのことかな。2回目はレバーを下げる。もう何これ、敵出てくんの。さっきと同じかな。まあ、同じであれば負けるなんてことはないと思いたいけど。なぜ2体来るか。ルーズの風、もう盗むはやらずで。ブリザラ召喚芝、うん、まあまあ何度かなりそうな。オートポーションとなるとカウンターは出てないってことか。レイゼの風、ビビがもう少しでトランスしそうなので、トランスしたらブリザラ連打でなんとかなりそう。ジャンプしましょう。ビビはダメージ食らうの待ってからっていう手もあるけどね。これでトランス状態になって、それでダブル魔法だか。あー待つべきだったな、これ見ちゃうと。いやそもそも倒されてる。受けるダメージは、フライヤー持ってかれんの、これ逃げらんないのかな。いやすごい厳しいんだけど。特にダガーがやっぱり行動できないパターンがあるから、それ考えるとこれで1体だけでも倒してくれればなんとかなるけど。甘いか。ここで回復やってしまうと自力になりそうなんでね。オートポーション、真空波、なんとか耐えている。これで生き返らせてケアル、うん、殴るか。ハイポーションでフライヤー回復しないと、連続で来られたら危なくなるんで。うん、なんとか。
んだがは今行動できてない。フェニックスの俺起こしましょう。白魔法ケアルラ、ツイスター、これまたフライヤー持ってかれたな。つらい。まあジタンとダガーでまず1体だけでも倒して、それからジタンも間もなくトランス状態になるので、そこら辺期待したい。グリザラ戦う。ポーション、これケアルラ連打で、これでビビが、いやジタンもトランス、あとは時間が解決すると思う。フライヤーまだレベルが低いので、まあ、それもあって倒されやすい。全員オートポーション使えるから、倒せてないんだもんね。時短通常ようやく1体ヒアルがやってくれてない。だがダブル魔法ブリザラ、これ裏技ソリューションない。ヒアルがこれいったでしょ。2回目ブリューション9、与えるダメージは5000。うん、14000。そんな中フライヤーは眠ってしまってた。一番ね経験稼いでもらいたいキャラクターなんだけど、結局何をすればいいかがまだ分かってないから、ここら辺もなんか情報ないか。休んでおいて、2回目がしちゃってのは分かったけど、あーこれ上に登るしかできない。あこれか、レバーを上げる、レバーを下げる、レバーを下げる、これ3回今やった。なんだずっと下下げればいいのかな。え？レバー3回下に下げるでいいのか。2回目が下ってあったから上にも何かどっかのタイミングがうわっと上げなきゃいけないかと思ったけど、そんなことはなかった。今度は3体ってことないよね。まあ2体か、2体でね大丈夫だよね。だからトランスも当面使えなくなるから、そこら辺が厳しくなりそう。で、ゼノ風戦う。黒魔法ブリザラ、うん急ぎましょう。急降下、急降下、レイズの風クリティカル、
さて、フライヤーどうする？もう通常攻撃でいいか。ツイスター、これでね、一気にここまで持ってかれるんだもんな。しかもフライヤー諦めるか。生かすの。ミスか。きついね。倒してくれ、倒してくれない。相手のハイポーション、うん、ちゃんと魔法使ってくれている。真空波はそこまで威力ないんだけど、合わせ技で倒される可能性は当然あるんで。合わせ技きた。変なんぼだもんね、全員。逆によく耐えてる。だが多分キアルがやってほしいけど、どんなもんだろう。倒した。今回はちゃんとフライヤー生かした状態でこの敵倒したいね。フェニックスの王、これでダガーがちゃんとキュアルラやってくれれば問題ないけど。どんなもんだろう。とはいえ1回だけでは回復しきらないと思うので、ハイポーション、なるほどね。ビビも危ない。うん、ここでキアルラ殴りましょう。真空波、これはタカが知れているはず。キアルラ、倒した、倒してない。ハイポーション、これででも、いやダメだな、まだ回復が足りてない。でもキアルラ来たことによって何度か足りてるはず。ようやく。いやー、これ芝やった方がいいか。フライヤー飛んでる間に倒してしまいたい。なんとかなった。これでがっつりレベル上がるんじゃない？レベル27まで上がって、28まで上がった。さてどれを覚えてどれを覚えてないか。もうやんなくていいかなとか思うけどね、これね。確認、フライヤーだけは確認しておかないとダメっていう話をしたような気がするんで。ホワイトドローというのもあるね。暗闇回避、カウンター、ホワイトドロー、これが何なのか分かんないけど。さてエーテルダガー、ハイポーションで回復。こんなことやってたらモーグリがまたいとうだけどね。うん、ああなるほどね。なんかフィギュアか何かが小さいの置いてあるのかと思ったけど、そうじゃなかった。抽出の魔法陣、
だからこういうことができるってことは、ゾーンとゾーンも能力はあるってことでね、何かしらのね、強いというかすごいね。そっかそっか、クジャもいるね。セーブしときたかったな、今の場所。取り出せないのか。角が生えてると取り出せないとかあるかもしれない。ガーネットは角がないから取り出しやすいとかね。なすりつけ合い。小娘の体が持たない。本来16歳から。なるほどね、年齢がまだ達してないからか。アレクサンダー以上。エイコ何か持ってたっけか。うん。威嚇してんね。なんでモーグリごときに。心が2つあった。なるほど。何これ。ああ、召喚獣になるのかな。これ何、エーコのみで戦うってこと。イベント戦闘だと思うから負けることはないと思いたいけど、ここで普通に負けるのがね、この手のゲームだから。この手のゲームっていうか FF シリーズでね。これなんだろう、モーグリの力によってなってるのか、全く別の、これ何、ベヒーモスなのかな、それがモーグリに宿ってたのか。かわいそうにゾーンとゾーン。ああ、あっさりと、あっさりと。かわいそう。うん、本来の姿はベヒーモスってこと？あ、ベヒーモスかどうかわかんないけど。モグが召喚獣。あそこの村にいたモーグリ全部召喚獣だったとか、そういう話なのかな。リボンを手に入れた。多分呼び出せるようになるとは思うんだけど。気がついて戻ってきたね。
あ、トランスという扱いになるのか、モーグリの。ブスクさん言ってんね。あそこがどこなのかわからないけど、用はない。ソーンとゾーンがなんかビクッとしてたけど、合体するのかこれは。ビビが、おっと、ビビがいなくなってエイコが加わる感じかな。うん、この二人の最後。もう見ることもないんでしょ、この戦い終わったら。なんか全然違う姿になってるけど、ウイルス煙。アリバイアさん使えるようになっている。あ、今どれぐらいダメージ受けたか見えてなかったけど、特にここにいるような感じではないね。エイコの召喚の一覧にね、さっきのモーグリが。さて、リヴァイアさん、今回初の使用。すごいね。いうのだけは本当に他のメーカーを寄せ付けない魅力はあるよね。まあさすがにその今の長さの映像をずっと見せるのはやっぱり辛いと思ったからか、結構短くなるバージョンもねあったりするのは、やっぱり FF8 がすごく長すぎたからかなとか思っちゃうけど、これはエイコは止まってるのか。あとホワイトドローというのは味方全体の MP が回復。いいね。金の髪飾り、ワクチン、金の髪飾りが魅力なんじゃないこれ。エイコはなぜ動かない。バイオは毒。あー、これ金の髪飾り欲しいけど、このトランス状態で攻撃しないって手はないでしょう。今 MP は回復したのかな、それとも吸われたのかな。なんか11ポイント MP 表示が出てたけど、あー減らされてんな。アイテム、ワクチンだと思うけど、盗みやりたいな。だが今は押すべきタイミングだと思うから。ちょっと待って、ジタンなんか頭の上今煙が出てるけど、あれ何の効果だ。普通にトランス状態なのか、それ以外でも何か悪い効果受けてるっぽいな。あれでもエイコ今ワクチンやっても回復しなかったよね。ワクチンじゃないってこと。うん、1000ほどか。
どんどん MP 触れてるから。いや、ワクチンで多分頭のなんか出てたもの消えてるんで問題はないはず。わかんないのであれば万能薬でいいでしょ。ああ、なるほど。MP がない。誰か回復。万能薬。ああ、ようやくエイコー動き出した。なぜ今まで3人で戦ってたのかよくわかんなかったけど。バイオ。これ毒だもんね。うん、エイコがトランス。ホワイトドローじゃなかったっけか。味方全体の MP 回復だよね。これで大丈夫か。なんか敵にターゲット合わさったように見えたけど。消えてる。ようやくこれでトランスの一旦分使われちゃうからな。エーテル使っても。いや、ダブル白魔法はいいでしょう。召喚ダブルはさすがにないよね。ああ、またうん、これ MP 回復どういう効果になるか。19回復。なんかずっとエイコが何にもやんないまま終わってるんだけど。倒しきった。なんだろうな、バイオだと MP も吸われんのかな。エイコが全くの役立たず、ずっと踏ん張ったままで。あー、これ何か効果食らって、まあでも経験ないからいいか。うん、ビビやってきた。うん、向こうで座り込んでる。ここでまた仲間から外れるのかな。おっと、これベアトリックスではない。ああ、ここのお姫様か何か。クジャはどこへ。え、何これ、クジャの関係者。これヒルダじゃない、ひょっとしたら。シドの妻の。シドに魔法をかけたと言われる。うん、愛する妻。うん、良いけど良いけど。インドブルムに戻ったら全て教えましょう。突然出てきたね。
女性に対しては礼儀正しい男でした。おしゃべりが過ぎるようです。なるほどね。ベラベラ喋ってたってことか。聞いてる方が疲れてしまいました。別の世界の人間、強大な力を手に入れようとしている。その手段が、ユダガルド1号。かなりのナルシスト。浮気者ないようです。言われてんね。カエルもブリムシも嫌。カエルから元に戻せるのかね。ブリムシから戻せる可能性はあると思うけど。だがそんなことができる魔法とかを使えるんであればね、多分ヒルダも何か能力あるんでしょ。ブリムシじゃ済まさない。ヘジホッグパイ、食べ物か。うん、語尾が治ってない。さて、一方、ビビとかもどうなってるか。これ誰の言葉だ？ガーネットか？これ、ガーネットに名前戻らないのかな？さん付けは誰だ？うん。ヒルダ様がお呼び。会議室。ということで、無事戻ってきて、また一人になっている。では、今回はここまでにして、また続きは次回以降、やっていきたいと思います。問題なく進めてるんで、何より。今で、どれぐらいか。だいたい20時間か。さて、また次回以降、ぜひご覧ください。ではでは。